はい、こんにちは、エレマンサイクルです。2023年9月14日木曜日です。はい、昨日の YouTube ライブ多い時で100名見ていただいたんですけど、空手モンキーを組み立てしました。そして今日、昨日来なかったクランクが来たので完成しました。ということで、空手モンキーをねじっくり今から説明していきます。で、後半では今の国内空手モンキーだけの国内在庫、あと納期とか、あといいこととか多分言えると思うんで、空手モンキー買う人、いやミッドナイトスペシャルとかね、オールシティ検討してる人は多分ね、今回の動画見ると空手モンキー欲しくなるかもしれないんで、最後までご覧ください。そういう危険性がある方は。はい、じゃあ行きます。3時からね、お客さんが多分結構来るんで行きます。よいしょっと、これを持っていこうか。1、2、1、2。雨ね、降る降るって降らないですね。降る降る詐欺ですね。どうよかな、向こうの公園行こっか。ちょっと戸締まりしていこう。昨日戸締まりはっていう話があって、戸締まりをしていきます。ね、いつ来るか分かんないからね、みんなね。鍵が多すぎる。はい、いつもの駐車場に来ました。今ね、僕の目の前ではサラリーマンの人が駐車場で昼寝しますけど、まあそれ。いやー、かっこいい。見てください、シマノのね、新しい SLX をつけました。だから今回スコットから外したパーツ合わせたら、この辺はね SLX でまとめます。12段で、レバーがデオーレ12段です。これサイズが L サイズなので、身長が100、結構ね難しくて、そのサドルトップ740以上いくんだったら L サイズがいいと思います。でも720だったらちょっと M サイズか L サイズか悩むところです。実際僕がまたがるとどういう感じになるかというと、僕は身長180、ちょっと空気がねまだ入ってないんで、僕がまたがるとこういう感じです。ちょっとね、ハンドル低いわ。ハンドル低いからあれつけたい、あのライザーバー感じです。足は届かないです。感じです。よし、そう、空手門家昔からサイズの問い合わせが多くて、160センチの人がだいたい S サイズで、167以上いくとね M サイズの出ます。でも168、7の方で M サイズで、ドロッパーポストをつけるとなると、あの下げなくなるんですよ、あの曲がってるから。だからそう考えると167、8ぐらいの方でドロッパーつけるんだったら、サイズは S サイズがいいと思います。かっこいい、ナスビカラーです。グリップも ODI のあの新型のね、ここがこうなってるグリップにしました。ハンドルとステムとブレーキ、シフトレバーは以前スコットに乗ってたそのパーツから外してつけてます。あと車輪もです。あとタイヤもね。あとは、ペダルは DMR の V8 ちょっとアメ車っぽい感じのつけてます。ちょっと車が出そうなんで移動します。でタイヤは29インチの 2.4 です。僕は29の方が好きですね。僕はね、空手モンキーは 27.5 になると、僕ぐらいになるとタイヤの方が大きくなってしまうんで、バランスが悪くなってるんで、僕は29が好きです。綺麗ですね。これね、シルバーなんですよ。ホワイトじゃない。昨日夜だから見えなかったと思うんですけどね。これもシルバー。てか、ダボ多すぎでしょ、これ。これあれしようかな。PDW のなんか穴埋めるやつ、あれにしようかな。とかね。で、ここの、アウター受けは、これはドロッパーシートポストをつけるときの受けになります。ここをね、こう、はわして、こっちから。
ドロッパー入れます、ケーブルを。ヌンチャクがある。これちょっとこの辺もね、僕あんまり詳しくないんで、サーリー好きだけどあんまりこの辺詳しくない、広く浅く。リアメッカーが SLX の12段です。スプロケットがアウターじゃあローギアが何チア、何チ、何ディアの51ぐらいかな、でかい。これチューブ入りで運用してます。でサドルが SMP です。ちょっとまたがった時、前寄りだったんで、もうちょっと5ミリぐらい下げようと思います。そんなもんかな。本当はね、乗ってみようか。ちょっと、やばい、見てきた。じゃあこの後乗ってみます。一回ね、店帰って在庫を調べて、その後乗ります。はい、雨降ってきた。ここね、便中の会社です。便中会社岡山県津山市で一番飲まれてる酎ハイね、瓶の。どこ行こうかな、空手門聞いて。どこ行こうか会話しながらね。じゃあ今から在庫の、ね、状況をお知らせします。よし、はい、ということでお店に戻ってきました。でサーリー空手モンキーの現在の9月14日現在の在庫状況をお知らせします。で空手モンキー一応に、3種類あります。まずサスペンション付きの完成車、それとサスペンションがない、通常の、モデルとフレームセットモデルがあります。その3タイプで現在の在庫は、まずサスペンション付きの完成車、税込み高い43万2500円、こちらは SML 国内在庫あります。で XS サイズは在庫表載ってなかったので、もしかしたら完売したか、もともと入ってないのかなと思います。次、さっき撮ったナスビ色の空手モンキー、これは SML サイズあります。価格が305,800円です。税込みです。でこの前 のゴールド色、2022年23年継続のゴールド色はどうやら SM サイズ、 S と M は完売してるみたいです。在庫ないです。 XSL サイズは今年2023年11月のから2024年1月に XS と L サイズは入るみたいです。はい、だから、買うなら今です。で次、フレームフォークセット15万1800円、これはナスビ色は S と M 在庫あり、 XSL サイズは在庫がなかったので、もしかしたら完売したのかもしれないです。あとピンク色っぽい色ね、サスペンション付きモデルのカラーのフレームは S サイズだけ、XS、M サイズ、ブログ書いてるか、見てください、ブログで、はい。ということです。完成車が305,800円で、フレームセットが15万じゃないですか。で物理的にプラス15万円でマウンテンバイク組めないと思うんですよ、今の状況を考えると。そうなると、例えばですよ、ヘッドセットクリスキングやって、ホワイトインダストリーズのクランクつけて、前後ハブクリスキングにして、トムソンとかポールとか使っちゃうと、だいたい45万円から55万円ぐらいかかります。もう超高級車です。だったら、本来の、ね、サーリーっていうのはもう乗りつぶして、もうボコボコになったら塗り直してデカール貼るっていうのが僕はサーリーだと思ってるので、完成車を買って、徐々に自分のスタイルにしていった方がいいのかなと思います。もうラジコンと一緒です。バラを買うのか、ね、完成車を買うのかで、今ねバラで組んでますけど、なかなかやっぱ組めないんですよ。でもね、こう完成車買っちゃえばすぐ乗れますから、はい、それで、いろんなね、インスタとか YouTube とか見て、あ、ここ今度こうしようかなみたいな、あれフロッグスキンズじゃなくて、マイティフロッグは
毎回間違える。マイティフロックなかなかカスタムする場所ないなみたいな。じゃあ次買うときはこうイグレスとかなんか今風のねサスペンション変えれるような車体にしようかなと。だからまあ僕も、まあ、何もわからないままラジコンをねあの組み立て式買っちゃったんですけど、本当は多分最初から完成品買った方がいいかなと思ってます。だから自転車ももし何買っていいかわからないっていう人はまあとりあえず完成車買うっていうのも良くないですけど、でもせっかく30万円出すんだったら、まあ、プラス20万円出して自分だけの1台組みたいなっていう人は相談お待ちします。はい、はい、以上です。ちょっと雨降ってきたんで今日は走らないです。ジャカルタモンキー、ジャカルタモンキーお店来ればあのいつでもありますから、ご注文お待ちしてます。はい。